カメルーン、カメルーン共和国、通称カメルーンは中部アフリカに位置する共和制国家。西にナイジェリア、北東にチャド、東に中央アフリカ共和国、南東にコンゴ共和国、南にガボン、南西に赤道ギニアに隣接し、南西部が大西洋のギニア湾に面する。首都はヤウンで。 旧ドイツ植民地からイギリスとフランスの植民地に分かれた権威がある。非同盟路線を歩むが、経済、文化、軍事面でフランスとの関係が深い。1995年にイギリス連邦に加盟した。また、フランコフォニー国際機関にも加盟している。正式名称は英語で、リパブリック・オブ・キャマーン、リパブリック・オブ・キャメルーン。フランス語で、 レイプブレイクディーユーカメルーン、レピューブリクデュカムルーン。日本語の表記はカメルーン共和国。通称カメルーン。国名は1470年にカメルーンを最初に訪れたポルトガル人がエビの多いことからカマラウン、コマーをポルトガル語で小エビと名付けたことに由来する。カメルーン内の遺跡からたどれる歴史は 約8000年前まで遡ることができる。カメルーンの先住民はバカピグミーである。バントゥー系民族はカメルーン高地に起源を持つが、他民族による侵入が行われる前に別の土地に移動している。1470年12月にポルトガル人がカメルーンに到達したが、拠点を築くことはなかった。1806年にイスラム継承王国の支配下に置かれた。 1870年代になるとヨーロッパ列強に数え上げられるようになったドイツ帝国がアフリカ分割を背景に沿岸部の都市ドゥアラを中心に入植を開けした。1884年にはドイツ保護領カメルーンが成立したドイツ植民地帝国。1911年ドイツが全土をフランスが新カメルーン、現中央アフリカ共和国領域をそれぞれ掌握。 第一次世界大戦でドイツが敗れた後、1918年のベルサイユ条約の規定により、1922年に北西部がイギリスのイギリス領カメルーン、西カメルーンとも、現北西州と南西州及びナイジェリア領アダマワ州とタラバ州からなる東南部がフランスの東カメルーンとして委任統治領となる。第二次世界大戦中には、 ドゴールの自由フランスの拠点の一つとなった。二次大戦後、1946年には、新託統治領となり、1957年に、フランス領カメルーンには、自治が認められた。アフリカの都市と呼ばれる1960年、フランス領カメルーンが独立した。大統領は、北部出身のイスラーム教徒アマドゥアヒジョである。イギリス領カメルーンは、北部と南部で別々に、 住民投票を実施した結果、1961年には、北部がナイジェリアと合併、南部はカメルーンとの連邦制となった。この連邦制は1972年に廃止され、アヒジョ大統領は国語をカメルーン連合共和国に変更した。アヒジョ大統領は1965年、1970年、1975年、1980年の大統領選挙で再選されたが、 彼の CPDM の一党支配が嫌われ、1981年には政党の結成を合法化し、1982年には大統領を辞任した。南部出身の現大統領ポールビアは就任後、何度も選挙に勝ち残ったが、選挙自体の公正さに疑問もある。1984年には国号を現在のカメルーン共和国に変更した。 5つの地理区分に分けられる。海岸平野はギニア湾から 15km の 150km まで広がり森林で覆われ、平均標高は 90m、非常に厚く世界で最も湿度が高いところがある。南部カメルーン高地は熱帯高雨林で覆われるが寒気と雨季が海岸平野より区別されるため湿度はやや低い。平均標高は カメルーン火山列は最高峰のカメルーン山のある海岸から北部で国東西に横断する形で連なる。気候は特に和温暖で雨が多く土地は肥沃である。サバナ地帯である中部のアダマワコーチを境にステップが広がる北部と熱帯林に覆われた南部とに分かれる。平均標高は1100メートルで気温22から25度 C 雨が多い。アダマワ高は 分水嶺でもあり、主要河川は、北部のベヌエ川、ロゴーヌ川と南部のサナガ川。サナガ川は、国土中央部のムバカウコを水源として、ドゥアラ市の南方で、ギニア湾に注ぐ全長890キロメートル最大河川である。欠片の気候区分ではほぼ全域が、熱帯、A に属す。ス。北部、ステップ気候、BS、サバナ気候、O から、南部、熱帯雨林気候。 AF に移動するに従い、気候が出順となる。このような気候分布をアフリカ大陸の縮図と捉え、ミニアフリカと呼ぶことがある。北部低地の標高は300から350メートルで、気温は高いが、雨が少ない。北部の寒気は7月と8月だが、南部はこの時期に雨季となる。アフリカ大陸で7番目に高いイニア湾岸のカメルーン山。 4095メートルの南西斜面はタウで有名であり、年降水量1680ミリメートルに達する。気温の年角差は全国で5度から10度。首都ヤウンで北緯3度50分、標高730メートルの都市平均気温は23.2度。年降水量は1560ミリメートル。なお、北西州にある。 奥火山の加工庫の一つであるニオス湖では1986年に最大規模の火山ガス災害が起こった。湖底に溶け込んでいた二酸化炭素の噴出により1700人以上が死亡した。北部の茶どこに近いマンダラ山地のは高くそびえる祈願で知られる観光地である。これはマグマが噴出した時に溶岩が 火山の中で固まった眼形と呼ばれるもので、最も高いピークは1224メートルである。カメルーンは10州、現、9、58県に分けられる。ナイジェリアと接する北西州と南西州の2州は元イギリスの委任統治領であり、その他の8州はフランス領だった。カメルーン最大の都市は南部にあるドゥアラであり、人口は約190万人。 2005年を数える。ドゥアラはカメルーン最大の港湾を要し、鉄道で内陸部と結ばれて、商品の集産地ともなっており、カメルーン経済の中心となっている。これに次ぐのが国土中央にある首都のヤウンデであり、人口は約181万人2005年である。ヤウンデは産業的にはドゥアラほど大きくなく、政府部門が経済の大きな部分を担っている。 カメルーンは、この2都市が他に比べて飛び抜けて大きく、他に30万人を超える都市は存在しない。カメルーンの2013年の GDP は、約279億ドルであり、日本の佐賀県とほぼ同じ経済規模である。独立後四半世紀は、カカオ、コーヒー、バナナなどの農産物、ついで1970年代後半採掘が、 始まった原油など第一次産品の輸出によって、アフリカ諸国の中でも最も経済的に成功していた。その後、1980年代後半から石油と農産物の価格が同時に下がり始め、経済運営にも成功しなかった。このため、10年間の長期不況に陥り、一人当たりの GDP が1986年から1994年までに60%も低下した。しかしながら、電力をほぼ水力で賄えるようになったこと、石油増産に成功したこと、農地として適した地勢などの条件が重なり、2000年時点では、サハライナンとしては経済的になしている。主な輸出用の農産物は、北部の綿花、南西部のコーヒーとカカオである。 主食となるバナナ、芋、メーズ、モロろシなどはほぼ自給できている。芋、特にキャッサバの収穫量が多い。大部分の農業は簡単な道具による自給自足レベルで余剰生産物が都市部の重要な食料となっている。農業人口は1990年時点の74%から2000年時点の42%まで減少し、第一次産品の加工を中心とする工業や、 サービス部門が成長している。家畜放牧は全土で見られる。漁業には5000人ほどが従事し、年間2万トンの漁獲量がある。国土の37%を占める南分熱帯雨林は木材の供給源だが、大部分の土地は入るのが困難である。木材伐採は外国企業により行われ、政府に毎年6レーレレレレレレレドルの収入をもたらす。 安全で持続可能な伐採を義務付けているが林業への規制は最も有利。石油以外の工業資源には恵まれておらず、わずかな量の石炭、金、鈴が見られるだけである。エネルギーの大部分は水力発電により、残りは石油である。国土の大部分で電力不足である。産業活動はドゥアラに集中している。主要、ラジオテレビ局は国営で、 電信電話局もほとんど政府の管理下にあるが、最近インターネットが普及し、規制を受けないプロバイダーが増えている。カメルーンを含む旧フランス領中央アフリカ諸国で用いられている通貨 CFA フランは、フランスフランとの交換レートが固定されており、安定した経済運営の下地となった。一方、フランの為替レートに引きずられる弊害もあった。経済圏としては、 フランス経済ブロックに組み込まれていたと言える。カメルウーンは西アフリカ諸国経済共同体と南部アフリカ開発共同体に挟まれた位置にあるが、いずれにも加盟していない。二国間経済援助ではフランスの出資が最も多い。数とあたりの援助受け取り額は30ベイドル、1998年であり、アフリカ諸国としては平均的である。 貿易相手国は、フランス、ドイツ、日本の順である。対日貿易では、コーヒーの輸出が際立つ。ついで木材と綿花である。輸入では、トラック、乗用車、ついで機械である。道路は1割のみが舗装されており、悪天候も重なり、国内輸送を困難にしている。また、各地で、警官等による旅行者への賄賂要求や強盗が、発生し問題である。 カムレール社の運営する鉄道が、ドゥアラ港を起点に、北のクンガや西のヤウンデ、ウガウンデレを結んでいる。国際空港は、ドゥアラとガルアにあり、ヤウンデの規模は、やや小さい。ドゥアラ港が主要な港で、南へ、約150キロメートルのクリビ港には、チャドのドバイ油田から、原油パイプラインが伸びており、原油積み出し基地がある。住民は、南部と西部は、 バンツー系のファン族、バカピグミー、北部は、スーダン系のドゥル族、フラニ族、サヘルに居住などに分かれる。民族集団は275以上に分かれている。公用語はフランス語と英語であるが、両言語のバイリンガルの住民は、極めて少なく、最大都市ドゥアラヤシュと、ヤウンデなどを含む国民の大半が居住する旧、フランス領地域で使用される。 フランス語を用語として使用するものが圧倒的に多く、この地域では英語の通用度は低い。一方、英語は旧イギリス領カメルーンの領域であった北西州と南西州のみで使われ、この地域でのフランス語の通用度は低く、独立運動も起こっている。旧ドイツ植民地であったことから、ドイツ語の学習者も多く、アフリカで最もドイツ語話者が多い国とされる。 他に土着言語として、ファン語、フラニ語、イエンバ語、バサ語、カヌリ語、バムン語、ドゥアラ語、アゲム語等が話されている。カメルーンの宗教は、キリスト教が人口の約40%、イスラム教が約30%、アニミズムが約30%である。4万人のバハイー教徒が国内にいる。その他、カメルーンやガボニア、 赤道ギニア沿岸部のバントゥー系民族グループのいくつかでは、呪物崇拝のが信仰されている。の宗教、ちゃんとが、弁がランゲージで歌われている。二十世紀末、沿岸部のが、ウビに、ウビに、リオムニに儀式を広めた。宗教の儀式のために、殺人や体の一部を切除する事件が発生しており、社会問題となっている。コーン・インジ、 婚前の性をそのまま用いること、夫婦別姓も、夫の性に変更する、夫婦同姓ことも可能である。カメルーン出身の著名な文学者として、小説、下僕の生活、1956年で知られる、フェルディナン・オヨノや、反植民地主義作家として知られるモンゴベティ、音楽家でありながらも、小説、アガトム・ディオの息子、1967年を残した。 フランシス・ベベー、劇作家のエンドゥンベ・サンセイラの名が挙げられる。アフロビートのマヌ・ディバンゴがカメルーン出身のサックス奏者として著名であり、彼は1973年にソウル・マコッサの世界的ヒットを残した。また、アメリカで活動している女性シンガー・ソングライター、アンディ・アローもカメルーン出身である。カメルーン国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が2件存在する。うち1件は中央アフリカ共和国、今後共和国と共有。ドイツ保護領時代の1880年代に伝わって以来サッカーが盛んである。アフリカネーションズカップでは1984年、1988年、2000年、2002年と通算4回優勝している。 他に4回以上優勝した国はエジプトとガーナだけである。FIFA ワールドカップの本大会常連国としても知られ、1982年のスペイン大会で初出場以降、2010年南アフリカ大会まで6度の本大会出場を経験しており、中でも1990年イタリア大会では開幕戦で前回優勝国アルゼンチンを下す金星を上げ、最終的には アフリカ勢初のベスト8にまで勝ち進んだ。2014年ブラジル大会が7度目の出場となる。中津江村、現在は大分県日田市の一部では2002フィーファワールドカップ日本開催の際、サッカーカメルーン代表がキャンプ地にして以来交流が続いている。2019年にはアフリカネーションズカップの開催国となる予定である。バスケットボールカメルーン代表は アフリカ選手権4位となったことがあるものの、長らく低迷が続いていた。しかし、2007年に15年ぶりのアフリカ選手権出場を果たすと、準優勝となり、北京五輪世界最終予選まで進んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。